大人たちの時間と子どもたちの時間、まあこう流れる時間っていうのは違ってて、私たち社会人のその1ヶ月2ヶ月の動きと、この中学生小学生とかその子どもたちの 1ヶ月2ヶ月の動きって全然違うと思うんですよね。みんなでやっとこう一つの曲を完成させてやっていこうっていう時にコロナになってしまって、スポーツって勝てば終わり、野球とかやったら勝っちゃよっしゃってなるんやけど、吹奏楽部って一曲弾いてもそのなんていうのかな、オーディエンスっていうか観客が拍手をもらったり、それがあってからやっとこう やったなって実感できるのが多分演奏じゃないかなと思ってて、それは本当にその旅人プロジェクトに参加されるミュージシャンの方たちもライブできなかったりとか、そういったのと全く同じなんじゃないかなと思ってて、まあ、彼らも彼らで発表する場所も少ない、で彼女らもあの娘たちも発表する場所がない、で親として本当に何かできんかなっていうのが正直なところで、僕らはただ単純にコロナのせいでできんかったなと思えばいいけど、娘たちのその1分1秒って大人の流れる時間というのものすごく重要で、僕ら以上に表現できないじゃないですか子供たちって。でボソッと家で何のために練習したのかなって それを聞いて、やっぱりまた試合ごかんといかんのかなって思ったのがあって、頑張ってる娘見てたらなんかしてあげたいと思うのが親でしょ。子供たちにコロナの時に嫌だったなっていう思いじゃなくて、コロナだからこんなことができたんだなって思い出残してあげたかったなっていうのがあったから今回このプロジェクトになったんじゃないかなと思うんですけど、あと学校もね、普通だったらばできないことなのに全面協力していただいたんで、これもできたと思うし、みんながみんな前向いてしてくれたんでよかったかなと思いますけど、一番良かったのは本当に子供たちが普段できないことができた。多分マリンワールドの前で演奏なんて機会は少ないだろうし、音源取るっていうこともブースの中でやるなんて多分プロのミュージシャンとかならないとやらないことだと思うし、それって多分自信にもなったと思うので、高校にいた時に私たちこんなことしてきたんだよ、僕らこんなことしてきたんだよっていうのは自信になると思うし、今回の企画は本当にできてよかったなと僕は思います。